葉に響いた。アットホームな空間で僕らいつでも会えるよ。まあ、アーティスト活動の傍ら、ご紹介にも預かりました通り、ちょっとここでスタッフとしても、働いてたりしてまして、もう今1周年記念の、セレモニーパーティーなんですけど、これがね、ただそのオープン記念、その初日の時は自分がドリンクの、スタッフで代わりに、やってたりだとか、もう初日からずっとここはもうお世話になっていて、バンドというかこうドラムとかベースとかもうバーッと引き連れてここでライブをやったりとか、あとは店長のと片付けをしているときにここでね追いかけっこしたりだとかね、結構四ツ谷のものでは楽しく、仕事でも、プライベートというかそういう活動的なところでも、ここは楽しく使わせていただいておりまして、でその10月、25日ちょっと先なんですけどに、私浜川けむりはですね、ここの10月25日四ツ谷のもので、なんと CD を発売します。やそうなんですよCD 発売する、 CD を発売する記念のライブみたいな、そう記念ライブみたいなのを、やろうと思ってまして、今日入り口でフライヤーっていただきました、紙類いただきました。そこに3人なんか白黒っぽいので服だけ色がついてるみたいなね、ちょっと前衛的な紙が多分1枚入ってると思うんですけど、大丈夫ですかすいません、なんか遠回しに 見ろみたいな感じのね、申し訳ない。そうそこ、ありがとうございます。それです、それです。そうそこにそうもろもろそうありますゆえに、見ていただければ幸いと、思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい。でその、CD に、入れた曲というか、自分が愛媛出身なんですけど、もう上京してかれこれ4年とかかな、ちょっと上京していろいろあったよなみたいな、ちょっと音楽活動で、頑張ってきたみたいなのをすごい、思い返してて、そういうのをちょっと曲に、してみたので、聴いてください。ブーケガルニという曲やります。君と過ごした思い出を束ねているのさ、狭い街の雑踏で汚れてしまう前に、宇宙みたいなどうでもいいことの連なり、ゴミの山から君を笑えなかったな。焦燥の心よさらばいつでも歌っているよ、正しいことだけの世界で煙と燃える炎にその身を焦がしたんだよ。体を
鮮やかなラストシーンにこぼれて滲んでしまうけれど、こんなに支えてくれてありがとう、ありがとう。青春の日々をそのままどうか変わらぬようにと祈りに似た音を奏でて、大空を飛べる翼も飛べる綺麗がなくても、焦燥の心よさらばいつでも歌っているよ。正しいことだけの世界で永遠と燃える炎にその身を焦がしたんだよ、消えないで。笑